ビギナークラスとキッズクラスの選手は、大会本部前の、ピザーラの上りの前に、もうすぐ集合してください。今あらゆるクラスに対応できるように準備に取り掛かってます。準備に取り掛かってます。ですから各クラス出場選手の方は準備の方必ずねお願いしたいと思います。さらにフリースタイルの方はもう集まってると思います。次のクラスも今日はやる予定となってますがね。ピザラ号の横に、今回ね、ポーターズ、トランスポーターデザインという、ね、この会社なんですが、まあ、いろいろ車ね、ワンボックスカーとか、そういったものが改造してきます。で今日はね、キャンピングカー仕様の車と、それからウィンドサーファー仕様の車が展示してあります。長谷川さん、キャンピングカー仕様のやつは、なんと温水シャワーが出るんですね。それから車の中がウッディなテイストで、ものすごくこのゴージャスなね、キャンピングライフをくれる。